デビッド・エクスタイン、デビッド・マーク・エクスタイン、デビッド・マーク・エクスタイン、1975年1月20日隊は、アメリカ合衆国フロリダ州、サンフォード出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。愛称は、X ファクター、X ファクター。妻は、女優のアシュリー・エクスタイン、1月20日、フロリダ州サンフォードで生まれる。父によく、 ヤンキースタジアムに連れて行ってもらったり、デール・マーフィーのプレーを見て育つなど、子供の頃から野球と接していた。フロリダ大学に入学し野球部に入部する。高校時代から有名な選手には、大学から入学前にスポーツ奨学金のオファーが来るのが通例だが、エクスタインにはそれがなかった。そのように期待されていなかったが、 1995年、1996年に2年連続で、サウスイースタンカンファレンスのファーストチームに選出されるなど結果を出した。この時のチームメイトには、マーク・エリスや、ブラッド・ウィル・カーソンらがいる。2ドラフト19巡目、全体581位で、ボストン・レトソックスから指名され、6月6日に契約。契約後は、A、A-9。 ローウェル・スピナーズで68試合に出場し、打率301、4本塁打三39打点、21盗塁だった。y A 級サラソタレッドソックスで135試,13試合に出場し、打率306、3本打五58打点、45盗塁だった。y A q トレントン・サンダーで131試合に出場し、打率百十三。 6本塁打、52打点、32盗塁だった。はトリプル A 級、ポータケットレッドソックスで119試合に出場し、打率、246、1本塁打、31打点、11盗塁だった。2000年8月16日に、ウェーバー工事を経て、アナハイムエンゼルスへ移籍。移籍後は、トリプル A 級エドモントントラッパーズで15試合に出場し、 ダリズ。346、3本類三31打点、11盗塁だった。2月1日に、エンゼルスと1年契約を結んだ。4月3日のテキサスレンジャーズ戦で、メジャーデビュー。その後は主に1番打者、遊撃手のポジションを任され、153試合に出場。166安打。ダリズ。285、4本類四41打点。 29盗塁と高成績を残し、死球21個と犠牲バント16個はリーグトップを記録。新人王投票では4位にランクインした。3月11日にエンゼルスと1年契約に合意。この年も一番遊撃手に固定され、152試合に出場。打率293、8本塁打、63打点、21盗塁だった。 地球と犠牲バントは2年連続でリーグトップを記録した。ポストシーズンではチームがワールドシリーズへ進出。エクスタインは全7試合で先発起用され打率310を記録。チームのワールドシリーズ制覇に貢献した。3月6日にエンゼルスと1年契約に合意。しかし開幕後は打率250を切るなど不調が続き。 8月20日には、左足の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月9日に復帰したが、9月は11試合の出場にとどまった。この年は120試合の出場で打率。252、3本類打、31打点、16盗塁だった。2月12日に、エンゼルスと1年契約に合意。この年は142試合に出場し、打率。 276日本類が35打点16盗塁の成績に終わった。オフの12月21日に FA となった。エンゼルスはレッドソックスの遊撃手、オーランド・カブレラと契約し、エクスタインと再契約することはなかった。2004年12月23日にセントルイス・カージナルスと総額1025万ドルの3年契約を結んだ。 カージナルスの声優劇手だったエドガー・レンテリアがレッドソックスへ移籍、続いてレッドソックスの声優劇手だったカブレラがエンゼルスへ移籍し、そしてエクスタインがエンゼルスからレンテリアの抜けたカージナルスへ移籍という選手の流れはメリーゴーラウンドに例えられた。カージナルスファンからはもっといい選手を取れなかったのかという声もあったが、それに対しトニーラルーサ監督は年俸では レンリア700万ドルの差があるが、それほど差のつくような選手ではないと発言している。は、一番遊撃として自己最多の158試合に出場し、打率294、8本塁打、61打点、11盗塁を記録。7月にはオールスターゲームに初めて選出されたほか、8月7日には球団史上18年ぶりの逆転。 サヨナラマンド本イ打を放つなど、勝負強さも覗かせた。は相次ぐ怪我で先月を離れることもあったものの、終盤に復帰。ポストシーズン前半は不審だったが、ワールドシリーズでは、第4戦、第5戦で決勝点を演出しチームは、世界一自身もワールドシリーズの MVP を獲得した。は6月に、腰痛で1ヶ月間故障者リスト入りするなど、 出場試合数は、自己最小の117試合にとどまる。規定打数不足ながら打率。309を記録したものの、故障の影響が守備に現れ、自己最多の2 0失策を記録した。2年連続で出場試合数が120試合前後となったエクスタインとカージナルスの交渉は決立し、10月29日に FA となった。FA のエクスタインに、 複数の球団が興味を示した。例えば、コロラドロッキーズは移籍した松井和夫の後釜として、エクスタインを二塁手へコンバートするプランを用意している。2007年12月14日に、一番、遊撃での起用を確約した、トロントブルージェイズと450万の一年契約を結んだ。2007年のブルージェイズは、打線が機能せず、 出塁率もリーグ14球団中12位と低かっため一番打者としてのエクスタインに期待される役割は大きかったがその一方で人工芝の本拠地ロジャースセンターでの守備を不安視する向きもあったそれでもブルージェイズはカージナルスでエクスタインと三遊間を組んでいたスコット・ローレンもトレードで獲得しポストシーズン進出へ向けての補強を進めたブルージェイズが所属する アメリカンリーグ東地区は前年地区再開のタンパベイレイズと前年ワールドシリーズ優勝のレッドソックスが主位を争う展開となりブルージェイズは地区優勝を争いに加われずエクスタイン自身も開幕直後は一番遊撃で起用されていたが4月終了時点で打率248出塁率321と成績が低迷し5月8日には 右腰の痛みで故障者リスト入り。さらに、6月20日に新監督となったシトガストンは、守備の悪さを理由にエクスタインの出場機会を減らしていた。打順は8番や9番が増えていき、8月以降は、ポジションも2類での出場が多くなった。2008年8月31日に、チャドベックとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。 ロサンゼルスドジャースとポストシーズン進出争いをしていたダイヤモンドバックスは、障子類種のオーランドハドソンを故障で欠いたため代わりの選手を探していた。だが、移籍後は18試合で打率。219、出塁率。301と、ブルージェイズ在籍時より、さらに成績が悪化。マニーラミレスを獲得したドジャースが9月を17勝8敗と、 大きく勝ち越したのに対し、ダイヤモンドバックスは、旧エンジンの不振などで13勝13敗に終わり、ポストシーズン進出を逃した。1月15日にサンディエゴパドレスと85万ドルの1年契約を結んだ。前年にブルージェイズと結んだ、契約の5分の1以下の期待だったが、金額よりも出場機会を重視、二類手としての出場も了承した。開幕後は、 エバース・カブレラが遊撃手として出場し、エクスタインは遊撃手としての出場はなく二類種として出場。守備率996は二類種としてリーグ1位となった。シーズン中場の8月22日に2010年の契約を締結した。2は WBSCU-18 ワールドカップのアメリカ合衆国代表コーチを務めている。エクスタインといえば 発するプレーという評価が球界では定着しており、カージナルス在籍時の監督トニーラルーサは、彼が一生懸命プレーすることで、チーム全体が良くなるように見えてくるんだと、エクスタインを称賛している。打者としては、三振が少ない。デビュー以来三振数が61以上を記録したことがなく、三振率。 一三振するのに何打席要するかはデビューした2001年から2006年までの6年間ずっとリーグ上位6位内に入り2009年までの通算では12.01と高い数値を残しているまたギダや右打ちなどチームバッティングにも優れ2001年2002年と2年連続でリーグ最多ギダを記録しているほか2007年には野球専門誌ベースボールアメリカが ナショナルリーグ監督を対象に行ったアンケートで、エクスタインは、ヒットエンドランアーティスト部門3位となった。本人は、僕は一発のある打者じゃないから、右方向へ打って、ランナーを進める。これが僕の仕事。試合のための準備をするのが、練習差と、試合前の打撃練習から、右方向への打撃を心がけている。守備では、身体全体を使って、 大きな動作のぎこちない独特なスローイングをするが、これについて本人は、僕には遊撃を守れるほどの強い方はないからね。ああやるしか、しょうがないんだよ。と語っている。前鏡で本類に覆いかぶさるような打撃フォームのため、死球を浴びることが多い。デビューした2001年の21死球は、フランク・ロビンソンがに記録した20死球を上回る、新人史上最多記録だった。 また2年目も27支給だったが、デビューから2年連続20支給以上は、メジャー史上初の記録である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。